皆さんおはようございます。斉良平です。今日が10月30日月曜日ということで、一応今日はまだ長野からなんですけども、まだちょっと紅葉が少し見れるんじゃないかなと思った上で今日はこちらからお伝えさせていただいてるんですけども、お兄さん食べて。おありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの今日あのニジマスですね。仕事に来てるんです。ちゃんと仕事に来てるんですよ。仕事に来てるんですけども、今日はね、なんか川のすごく綺麗な場所にいて、あのニジマスを釣ってる方たちがいたので、なんか一口いただきました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ、うまっ。ありがとうございます。すいません。はい、そんな感じで今日は土用の期間中ね、この季節の変わり目、気温気圧の激しいこの土用の期間中に、まあ人が病みやすかったりとか、心が疲れたりとか、体が疲れやすいっていうこのタイミングで、今日は、まあ、一泊水星から九紫火星までっていうこの本命星次第で ね、いろんな改善方法がありますと、病んだ時の、まあ、その方法として今日は九紫火星でいきます。はい、九紫火星でいきます。はい、っていうのもちょうどいいなと思ったので、お魚いただいてありがとうございます。ちょっとだけ、すいません、ありがとうございます。すいません。周りの人たちがちょっとお魚を釣って焼いてる方たちがたくさんいらして、でその上で許可を得た上で撮影させていただいてるんですけども、皆さんいい人ですね。長野最高です。はい、そんな感じで今日は九紫火星ということで、まあ九紫火星、もともと九紫火星っていうのはプライドが高いです。はい、プライドが高い。プライドが高いっていうと皆さんはなんかこう悪いイメージを持ちがちの人たちがいらっしゃるんですけども、プライドが高いというのはとってもいいことです。ただし 2パターンに分かれることが多いんです、この九紫火星っていう人たちは。っていうのはプライドの高さ上に人と争うことをしたくない。もちろんこれがいけないというわけではありません。だから勝負に出ない、リスクもしょうがないっていう風になってくると、だんだん九紫火星というのはもう負けても立ち上がることがすごい強い星なんですけども、このもう一つのパターンっていうのはさっき言った通り100回勝負して99回負けても1回目で勝てればそれでよしっていうぐらい、もうチャレンジ精神旺盛なこの九紫火星の人たちっていうのはバキバキ伸びます。そのプライドっていうのは運勢の中でもエネルギーっていうもの自体を使って絶対に負けたくないね、ライバルがいるとまた伸びやすい。前にもちょっとお話ししてたんですけども、ダイエットっていうものでやるときに、一泊水星から九紫火星まで あのダイエット方法がありますって話を言えばよかったですけども、九紫火星の人はダイエットするときに誰かと競う方が成功率高いんですよ。誰かと競う、もう何ヶ月で何キロまでみたいな感じで競うと、九紫火星の人はねライバルがいると燃え上がるって星だったりするので、そういった意味合いではいいしっていうことで、プライドでもう美的センス抜群です。モデルさんとかもそうです、女優さんもそうなんですけども、もう美しさの象徴みたいな星を持ってる人が多いです。なので九紫火星の人はもう自己肯定感下がらないように注意してほしい。鏡の前に立った時に、なんでなんか自分もうちょっといけたはずなのになとか言うんだったら、今から努力してちゃんと綺麗になることを意識する、自分の思うそれですね。その中でも九星の中でも前にも話した通り、シルク木星の人はこだわりがある。で、シルク木星の人はこだわりがある。かっこよさとか美しさを持ってて、もう九紫火星っていうのはもうその中でも最上位です。はい。かっこいい、ね。女性でも結構かっこいい人が多かったりするし、美しい系の人も多かったりするっていうのもそうですね。その上で、カリスマ性もあります。その上で、頭の回転も早かったりするので、喋ることに対しての力もあったりするんですけども、そんな中で、九紫火星の人、土曜の期間中、ちょっと病みやすかったりするとっていうところで、どういった対処法かっていうところで、先ほど言った通り、もともと負けず嫌いっていうものがあったりするので、周りの人と比べすぎて、ちょっとずつメンタルが病んだりとかする。なんかあの人は結婚してるとか、子供がいるとか、お金持ってるとか、ね、就職した、出世したとかっていうことで、なんか今の自分と比べてなんか自分って今何してるんだろうみたいな感じになりがちなんですが、自分のペースで、それぞれ運には流れがあるので、私は私という比べない強さを持つこともとっても重要です。とっても重要です。そのことを一つ知っておくこと。そしてもう一つ何かといったときに、自然界のエネルギーをしっかり得る。今までの中で言うと、一泊水星だったらね、水の綺麗な場所を見たりとかするだけでも心が長持ち。シルク木星だったら旅行とも言ってたんですけども、シルク木星の人は風の星なので、風のいい高台の場所から風景を眺めたりするっていうのもいいですし、時刻土星も言ったのかな、時刻土星言ってないかな、言ったか、時刻土星一人の時間を過ごすっていうのでも土に触れるって言ったりするんですけども、こういった中で九紫火星の人は火に触れる。はい、ソロキャンとかでもそうですけども、今ちょうどね、周りでお魚を釣った方たちが火に焼いて食べたりするんですけども、今このご時世で実は
オール電化っていうもの、もうオール電化が一概に悪いとかって言ってるわけじゃないんです。ただし、昔よく言ってたのは、台所から火の神様という、つまり火を象徴するものを出しちゃうと、家の中で火のものってなくなっちゃうんですよね。だから、あえて自然の中に触れながら、まあ、炭火でバーベキューとかもいいですし、焚き火をしながら火に触れるっていう時間を使っていくっていうふうにすると、火のエネルギーを吸収できる。これ、九死火星の人抜群にいいですし、他にも言っていくと、もう、四緑木星、三匹木星、地獄土星、八白土星、五黄土星の人も、まあ、基本的にみんなバランスを取る必要があるので、まあ、この火のエネルギーを吸収するっていうことをやるんですが、まあ、日常生活の中で、まあ、なんだろう。焚き火とかバーベキューって言ったらなかなかできないっていう方たちいらっしゃると思うんですよ。そういう方たちはアロマキャンドルとかね、あとはアロマもいいですし、あとはお香とかもいいです。こういったちょっと火を扱う、家の中で火を扱える場所とか、そういったところをちょっと大切にするっていう風にするのもいいですし、やるんだったらおすすめは家の中の中心から見て東東南、この辺おすすめですね。あとはいわゆる南とかいう場所でやったりするのもいいと思います。特に東東南とかで火の象徴するもの、アロマキャンドル、先ほど言ったお香とかっていう場所を、作って、それでちょっと火を眺める時間とか、火のエネルギーを得られる時間っていうもの自体を作ってくれると、人との出会いとか人間関係も良好になるとかっていう風にして、こういうプラスアルファの効果もあったりしますってことですね。その上で火で焼いたり煮たり、そして、あとは、まあ、蒸したりするっていう、そういったものを食べることで火のエネルギーを吸収することができます。なのでそういったところをちょっと意識する。いつもそういえば私オール電化だから火に触れてないなって思うときは、火で焼いたりね、煮たりするものを食べたりするってことをちょっと意識する。だったら外でやってみるとかっていうふうにしてやってみてもいいと思います。なので、まあ、九死火星の人で、先ほど言ったとおり、まあ、周りとどうしても比べちゃうってところがあったりしますけども、それを本当はね、どんな星を持ってても比べない強さを持つことが本当にとっても重要です。その上でも、まあ、それでも何度でも立ち上がるのは九死火星ですし、一つの専門分野のプロフェッショナルとして活躍する人がすっごい多いんですよ。なのでそのプライドは絶対に捨てない、それを持ち続けた上で、負けても何度でもやり続けることを挑戦するっていう力を持っていると、九死火星の人はめちゃめちゃに伸びます。ぜひとも覚えておいてください。その上で今日はね、長野でとてもいい時間を過ごすことができました。明日にはもう大分に入りますね。はい、大分に入りますので、今日もね、家に帰ったら家の扉が開くのか、はい、とてもね、長い出張になりますので、扉が重いって感じるって言いますけどね、うちの妻から言わせてもらったら、開くだけまだいいやって言いましたね。本当に恐ろしい。はい、なんですけども、ちょっと連続で出張が続きますけども、明日は大分からお届けするかもしれません。はい、そんな感じで、気合を入れて、この土曜の期間をね、乗り越えていきましょうっていう感じですかね。はい、そんな感じです。ということで、先ほどお魚いただいたので、ちょっと美味しくいただきまして、僕もね、この長野の出張を締めくくりたいと思いますってことですね。はい、ということで、今日も皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思います。はい、紅葉も気持ちがいい、外も気持ちいいですよ。外見ててね、空気を見てください。一泊水星、九死火星、いろんな9つの星がありますが、どんな星でも自然に触れる時間、絶対大切にしてくださいってことです。はい、そんな感じで今日も皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思います。では行きます。行きますね。せーの。よっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい。気をつけて。鼻から火を